グローブヤモリはヤモリかグローブヤモリ属に分類されるトカゲである。過去には本種のみでグローブヤモリ属を形成していたが、近年の研究でビブロンヤモリ、オーフトユビヤモリ、ボタンフトユビヤモリの3種と共にグローブヤモリ属に分類されるようになってきている。南アフリカ共和国を中心としてナミビアやボツワナなどアフリカ大陸の南西部に分布する。 全長7から18センチメートルで、分担は丸くて短い。体色は薄いオレンジ色から赤褐色と変異が大きく、暗色の網目が入ることもある。私有感でも体の模様に違いがあり、オスの背部には複数の白い反転が見られる。和名の通り、指が太くグローブのような形状に見え、接地面を広げることで砂に足を取られることなく歩くことができる。また、 地面に穴を掘るのにも適している。砂漠に生息する。地白板は発達しておらず、立体活動を行わずに地表を歩行する。夜行性で、昼間地面に穴を掘りその中で休む。食性は、動物食で、昆虫類や節足動物、小型爬虫類を食べる。繁殖形態は、卵性で1回に2個ずつの卵を数回に分けて産む。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。流通する多くは、元アシュ、CA アンギュリフェで、稀にアシュ、CA ナミビンシスが見られる。流通量が少なく入手はやや困難だが、極めて丈夫で飼育は容易である。基本的に乾燥を好み、生体の水分補給は壁面への切り拭きか、餌から摂取できる水分で問題ない。気象が荒い面があるので、扱いに気をつける。 ありがとうございます。